走ると涼しいですね。今日は天気予報雨は降らないというふうに載ってましたので信用しましょう。今まだ午前中でございます。11時56分、午前中ですが今日は休みなので、9月5日木曜日で、ですね、はい、みんなからだからね、どう見えてるかそれだけがねあれなんだよ。もう2回ほど撮ってるんだけどね、画角がね、タコメーター右側のスマホと、ECU から撮ったスマホデータのタコメーターと画面の左には、僕がつけた、オートゲージの、タコメーターアナログ式で、これがちゃんと画角に入っていなかったんですよ、2回とも、うん、で今だからこれ3回目なんですけど、もうこれでいい加減俺も同じ画角撮るのやめます。結構めんどくさいので、はい、これですね、はい、回転数、まあ、ある程度速度出た時当然スクーターなんて回転上がるのでギアじゃないのでもう大体イコールなんで、速度上げるためには回すというだけなんで、まあその回転数ね、まあ、5000とか4000いった時がどうなのかっていうのが、まあ、この整合性を見たくて今日はこう両方映るで、結局ねヘルメットの横左横につけてるんでね、自分でどのが画質で入ってるか見えないのね。それ分かってくださいね。だからだいたいバイクのミラーを見ながらやってますが、結局、ね、バイクのミラーだってその、ね、バイクの正面じゃないわけで横なんで、この GoPro の位置にミラーはあるわけじゃないので、だから一応ミラーを見ながらここら辺じゃねえかなと、上から見下ろすのはこんな感じかねえかなとやってるんですけど、本当入ってなかったらもうこれで3回撮ってるんで、このもう家の周り125号とか6号とかで何回か撮ってるんで、もうこれ以上は俺も時間はもうこのタイトルの画面のためにはもう4回トライする元気はないので、これ3回目なんでこれで入ってればいいんですが、で今日は、まあ、新たにこれ7インチのカーナビ入れました。これどう映ってるかね。だから一応映ってないとこまででもいろいろヘルメット動かして映るようにするからさ、どれかには入ってるでしょ。これ7インチで、これ安いやつ1万5000円ぐらいのやつで、カーナビのねソフトの更新がないんですよ。前輪じゃなくて住友電工なんで、その代わり23年のやつで、去年のやつですね、はい。これでなんで買ってかっていうとね、自分の車のね純正のカーナビ、日産純正なんですけど、あれがね2013年をもって最新データがありませんなんですね。で今は2024年なんで、もう11年前の道路なんで、ここら辺はねもう11年前の道路も、まあ、半分走れるけど、やっぱり圏央道とかいろんなのができてね、いろんな地域の、まあ、最近は牛久土浦バイパスとかね、いろんなのができてもう乗ってないからちょっと古くて、少しの間車の中にこれ置いて見てたのよ。あ、さすがに2023年ばはいいななんか思いながら、で元々はだからバイクにつけたいなと思って、で、まあ、自転車乗ってた、まあ、土浦自転車の街になっちゃったんですけど、自分がもう乗ってた頃に、まあ、山陽ゴリラの、まあ、パナソニックゴリラ5インチつけてたんですけど、 5はやっぱり小さいんですよ。つくづく分かるので7は買いました。だからゴリラの7は高いので、その代わり今前輪のソフトが毎年出るっていうところいいんですけど、まあ作りはいいですよねゴリラは。だからゴリラ買っちゃうのは高いんで、ゴリラの7インチだって4万5000円とかしますから、いいとこはあるんですけどね、そのためにね4万7000円出せませんので、これは1万5000円の、まあ一応どこで作ってかわかんねえけど、一応まあ地元のホームセンターなんかには売ってたやつなんで、でもし映んないときはちゃんとホームセンターの保証書があるんで、まあ半バッタだと思うんですけど、これは1万5000円ぐらいで、データは、はい、
2013年なんで、あ、2023年の去年のモデルです。で、これの3パターンあって、上位機種はね、フルセグでテレビ見られたり、録画できたりとかね、テレビに結構力入れてるやつなんですけど、これはもうナビだけ、喧嘩版で、まあそれでいいんじゃないかなと。で、取り付けもいろいろね、悩んだんですよ。7は大きいので、このね、ホンダの純正の、ロングスクリーン、これの左右にある M5 かなんかの2ミリ2ミリの、あ、M5 かなんかの2箇所の、2箇所2箇所で計4箇所のあのボルトの穴を利用して2箇所2箇所に、つまり4箇所を使った、絞ったようなステーね、2箇所から左の2箇所のボルトの穴を利用して2ミリの鉄板で絞ってきてちょうどスクリーンとこのメーターバイザーの間に絞った、2ミリの鉄板を、1個作って、ほんで右用ももう1個作って、で両方をM6 か M8 のボルトで、ハンドルの太さと同じ 22π の棒を、つけようかななんて、つまりロングスクリーンのこのね左右の4箇所を利用した、利用して、なおかつ、22π の、ま、丸物で固定できるように、このメーターバイザーと、ロングシールドの間に入れるステーを作ろうかななんて、結構曲げたりねじったりはまあ仕事柄というか、まあ結構できる方なんで、まあでも今日ね、これに標準でついてた設置皿、あれをうまく使ったらなんとかこの角度でギリギリは入るんだよね。これでこの上側のこの日よけ、これはここのメーカーのものではありません。これもやっぱり同じホームセンターに売ってた差で、清和とか、三和とかそんなようなとこで、5.8インチから8インチまでに合うっていうバイザーなんで、だから当然、4インチ用とかもまた別であります。で、これはやっぱり、ね、左右に伸ばせて、最大は8インチまで OK な、まあ、俗に言うだから、L みたい感じだよね。ちゃんと伸ばせます。で、両面テープで今つけてます。いずれバイクにつけたいと思ってたんで、はい、このカーナビと、このバイザーは買っておきました。やっぱりバイク日差しがね、まだまだ逆から来たりとか、いろんな、方向から日差しが来るんで、これは、バイク乗ってる人は必需品で、まあそういう風につけてました。でこのバイザーがね、1500円ぐらいかな、1000円以内では買えないと思いました。1500円ぐらいしたと思いますね。でこのカーナビが1万5000円ぐらいで、電源はこのシガーから取ってるから、ほんでこのカーナビの下にやってる、この メーターバイザーとの間は、これは透明のジェルです。ね、当然ぶつかったりなんとか しても大丈夫なようにクッションね、よくホームセンターで トラクッション、黄色とか黄色と黒のまだらのクッションとか、90度の L 字のクッションとかあったんですけど、色を使っちゃうのはちょっと目立っちゃうので、もう透明のこのジェルが家にあったので、これをね小さく切って、とりあえず当たりそうなところに貼ってあります。当然上に跳ねた時はこのカーナビの右と左の角が、ロングスクリーンの内側に当たっちゃうので、この、カーナビの後ろの端っこ、右端と左、端の上にはね小さく切った透明のジェルを貼り付けてありますから、傷は、はい、ロングスクリーンに接触しても傷はつかないように、はい、
このバイザーだね、やカーナビより、2ミリぐらいプラス目寸法に飛び出るようにこうつけてあります。こっちと左と、はい、右、ここに裏側に貼り付けておりますから、一応はい両方でも、上側が当たろうが下が当たろうが、まあジェルクッション便利だよねこれがね、うん、他の時にね防災とか、もともとパソコンのプリンターの振動防止で一時プリンター2台持ってたんで、やっぱり振動防止で結構プリンター使う方なので、今64キロ、66キロ出して、ECU では5500回転、はい、僕の左側のこの、はい、オートゲージのやつは5500、ちゃんと、はい、どっちも合ってますよね、うん、もし画角に入ってない人のためにいろいろ僕首動かしてるように、はい、今速度が63キロで5500回転、はい、こちらの、はい、アナログのあれも5500で、はい、整合性は合ってると思います、信用してください、まあ、とりあえずこれちょっとナビも光っちゃってるね、まあでももともとねバイクについてるナビなんでね、あくまでも、はい、前を見て、道路を見て運転するのが正解なんで、ただやっぱり125人はでかいけどね、でもいいよ、まあ5インチの小ささよりはやっぱり7の方が全然見やすいですから、ただ今の時期はちょっと光ってるからまずわからないし、やっぱり知らない道になって初めてわかるので、今別にね地元何キロか走ってる分には別にねこんなの役に立たなくて結構なんで、知んない時の夜とかね一人寂しくなっちゃった時は、まあバイクの故障の時には JAF に5年入ったんで、バイク買ってから5年間まずとりあえず入ったんで、ようやくガソリンのメーターが3つまで減ってきたね、本当に走ってくれるんでね、今のアベレージが 48.4、 トータルが6719キロかな、うん、結構5500回転使うね、65キロ前後で、うん、でも125だったらねうん、65キロの巡航は全然何時間でも OK だから。回転数の整合性はすごくいいね、今5000回転でやるね、こっちも5000回転で、はい、どっちもちゃんと示しておりますね、いいね、合ってるのは気持ちいいよ、ナビの方は夜になったら夕方以降に冴えるんだね、冴えるっていうか映えるね、お、なんかあのバイクどっか明るいぞ、なんだなんてな、夕方以降ね、は映えますね、うん、今はだからこの電源はね、シガーライターにこのカーナビの電源を、取ってます、あとは、はい、ボルトが 14.4V で表示してます、で、右側の USB の1個は今こうスマホから USB の C で、電源を取ってますね、あ
あと1個は、まあ、GoPro に GoPro の時撮ったりする時もあるんですけど、今ヘルメットから、ヘルメットから中継撮ってるので、とりあえずあのこう画角がね皆さんに映るように首ちょっといろいろ振って、こういう風に走ってますよというと見て、はい、今5000ちょっと、 ECU では5300ぐらいの回転、はい、私のこっちでは5400で、はい、ちょうどいい。これは合流じゃないから一時停止なんで、ウインカーは左です。